真っ白の音は、ラカワマリモによる津軽蛇味線を題材にした日本の漫画。月刊少年マガジンにて2010年1月号に読み切りが掲載された後、同年5月号より連載化された。作者にとって初となる少年誌での連載作品であり、また白戦社以外での連載も初である。タイトルには、真っ白の音と、真っ白、ノートの二つの意味がある。2012年に、 第36回講談社漫画賞少年部門を受賞し、第16回文化庁メディア芸術祭漫画部門にて優秀賞を受賞した。2021年4月時点で累計発行部数は450万部を突破している。16歳の津軽ジャミ戦争者の沢村幸。ジャミ戦の死であった祖父、沢村松五郎が亡くなったことで自分の音を探すため単身上京する。 実質的に飛び出すような形で上京したため、行くあてもない中、自身を自宅に止めてくれた女性と、その相方のロックバンドメンバーの男との騒動に、巻き込まれ、鳴り行きで、ライブハウスで、津軽ジャミの演奏を披露する。その数日後、突如として来訪した母、沢村梅子に、東京での下宿先を与えられるとともに、東京の学校に通うように手配される。 私立梅園学園に通うことになった雪は、津軽三味線愛好会のメンバーたちとの出会いから、様々な音に巡り合っていく。恋の孔は、テレビアニメ版の声優。雪が上京後、梅子により強引に転入させられ、通うことになった高校。2021年4月から6月まで毎日放送、TBS、アニメイズム B2 枠他にて放送された。 青森からの状況から始まり、転入した私立梅園学園での津軽三味線同好会参加を経て津軽三味線甲子園松五郎杯で田沼総一に敗れた雪がやり場のない悔しさで同国するシーンで幕を閉じている。津軽三味線による劇中曲は津軽三味線監修を吉田兄弟演奏を笠井頼之や柴田正人など、 歌を吉田正子が担当する。ありがとうございます。